おはようございます。ケヤミです。本日もマヤさんの連続パイロットブログクルーズをご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、ちょっと唐突な感じで、ボーイング787の方のフライトを始めているんですけれども、ちょっと思いつきで今日たまたま、1日ですねスタジオの方にこもれるっていう環境ができたので、ボーイング 78XH プロジェクトっていうものですね、ボーイング787をよりリアルにしようということで、特にシステム面を強化するモッドっていうのを以前紹介したと思うんですけれども、そちらのモッドのですねロングレンジレビューということで、長いレグを飛んだ時にシステムがダウンしないかだったりとか、もしくは、トラブルが出ないかっていうところですね、そういった部分をチェックしてみようということで、ちょうどですね西風が上空強く吹くっていうこともあって、テールウィンドの中でですね成田からホノルルまでを飛んでみようということで、およそ6時間半ぐらいのフライトになりそうかなというところなんですけれども、1日かけたフライトレビューをしてみたいと思います。とはいえロングレンジで全てを収録するわけにはいかないので、まあ間々ですねポイントポイントを見ていきたいかなというところですけれども、本日もお付き合いいただければと思います。ということで早速やっていきましょう。ということでフライトの方ですね、今エラプスタイムが3時間42分ということで、ここまでは非常に順調にフライトの方を続けてきているんですけれども、ちょっとですね気がかりなポイントがありまして、というのはですねこちら ND の表示で約70マイル先ぐらいでですねフライトパスがカクンと折れ曲がっているっていうことで、これどういうことなのかなっていうのがですねちょっと気になるところですね。多分日付変更線をまたぐあたりだと思うんですけれども、ここの部分で ND の表示がおかしくなっているっていうことで、ちょっとこの後ですねどういった動きをするのかっていうのに着目して見ていきたいと思うんですけれども、ここまでのフライトに関してはですね十分安定して飛んできているので満足いく部分なのかなと思うんですけれども、この先ですね、一緒に見守っていただければと思います。さあ、ということで、いよいよ近づいてきましたけれども、どうでしょうか。ちょっと今、話し始めたところで旋回を少し始めたのでドキッとしましたけれども、これはどうも、マーカーを追いかけての旋回ではないようですね。さあ、ということで問題の箇所は超えたようですが、特に変化なく進んでいく、そういった感じのようですね。表示バグだけで、構成されているというかですね、まあ問題が起きているということのようです。はい、ということで、ちょっとですね、長い時間飛ばしていると、まあ特にですね、日付変更線をまたいだっていうところが一つのファクターだったと思うんですけれども、そこの部分で ND の表示バグはあったものの、それ以外の部分に関しては非常に良好に動いているので、このまま着陸まで行ってみて、動きの方ですね、最終的に総括していきたいなというふうに思います。ということで、引き続きフライトの方を続けていきたいと思います。はい、ということで途中ですね一度ゴーアラウンドしたりっていうことでですね、通常よりも少し時間がかかってしまったんですけれども、およそ7時間のフライトを終えてですね、
どうにか、システムの方もしっかりと機能してくれたという形ですね。フォアラウンドしたっていうことで、ルートの入れ直しですね。アプローチコースの入れ直しっていうところもしてるんですけれども、問題なく FMS の方は反応してくれたという形になってきます。どうでしょう？こういったところ、MOD だとどうしても気になってくるのが安定性の部分ですよね。で、特にですね、長時間飛んでいたりとか、あとは負荷のかかる作業っていうことで、アイポイントをチャカチャカ変えたりとか、もしくはマップを開いたりっていうところですね。そういう作業をするとどうしてもバックログだと思うんですけれども、データがですね、蓄積されるせいもあってか、処理が追いつかなくなったりとかですね、またまた暮らしの原因になったりっていうところがあるんですけれども、今回のフライトの間ですね、マップの表示、あとはオプションをいじってみたりとか、時刻、日付だったりとかっていうのをいじったりっていうことで、そういった部分すべてやってみましたけれども、問題なくフライトができたということで、1日がかりのレビューでしたけれども、B78XH プロジェクトの方ですね、非常に安定度が高いというのを改めて感じたところです。ここまで作り込まれてきているっていうのも、非常にこの先ですね、ボーイングの機体を飛ばしていくっていう中では、面白さを見出せる部分なのかなというところですよね。どうしてもこれまでうまくいかなかった部分が多分にありましたけれども、まあようやくですね、このモッドを入れることで、多少その、うまくいっていなかった部分がクリアになり始めるのかなといった、そういった状況になってます。で、細かいところですね、以前、紹介動画の方を上げていますけれども、その時よりもアップデートが入ってきていて、FMS を中心にですね、特に、機能が拡充されてきたりというところがありますけれども、今回はその、動きの検証っていうところでですね、長いレグを飛んでみた時にどういう風な反応をするかというのを試してみました。個人的にはかなり今後もですね、期待して見ていきたいなというのを改めて感じたところですけれども、皆さんもぜひトライしてみてはいかがでしょうか。ちなみに今回ですね、分かったところとしては、ナビゲーションの日付変更線をまたぐパートでですね、うまくこうルートが結ばれないっていう、そういったトラブルがあったので、もしかするとこれはですね、他のフライトでも起こり得ることなのかなっていうことで、ちょっと注目して見ておきたいトピックスかなというふうに思います。ここの部分を除けば、それ以外に、特に気になった部分、ちょっとどうなんだろうっていうふうに思った部分っていうのは正直なかったので、そういった意味での作りの良さっていうところは改めて感じたところですが、まあまだまだですね、機能していないところもあるっていうのと、フライトシミュレーターの、公式の方のですね、規制がかかっている対象のボーイング787なので、当然その枠みたいなところはですね、他の機体に比べると狭くこうなっているんですけれども、その中での最大限をですね、うまくこう見つけながらやっているのかなというところで、本日はボーイング787のモッドである B78XH プロジェクトのロングフライトレビューでした。というところで本日の動画はこれぐらいで終わらせていただきたいと思います。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。To be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. Believing my inflated eight brains figured it out.